ヤッホー、こんばんは。こんばんはです。おつかりんりん。どうもどうも、いかがお過ごしでしょう。お疲れ様です。髪結ぼうかな。なんかね、最近ライブとかは結んでることが多いから、逆に新鮮かもしれん。ツインでお願いしますって。あ、そう、インスタ上げた。上げました、インスタ。そう、最近多めなんよ、ツインしてること。逆にね逆に前より多いかも。だんだん大人になるにつれてツインしなくなるじゃん。でも逆に最近多い。インスタ見ました、嬉しい。早々のフリーレンのフェルンのコスプレあげた。あれはもろもろ苦戦しました。もろもろ苦戦した。そう、まず撮ろうとしたらなんかウィッグが絡まっちゃって、すごい、なんていうの、つけるときに絡まっちゃったのかな、わかんないけど、それでもう大変だった。もう取れないんじゃないかぐらいの状況まで絡まっちゃって、ちょっともうどうしようもないとこ切ったりして。やっぱりロングのウィッグは難しい。と、私のやっぱ髪の毛が長いからウィッグがかぶりにくいのもあるかもしれない。めっちゃかぶるときなんか引っかかっちゃった。そう、背景はあれは加工なんですよ。合成、本当は合成でなんか風景とかにしたかったんだけど、なんか難しくてそこもね、そこも苦戦しました、カタカタと。あれ、グリーンバック、グリーン背景
って撮ってるんですけど、なんか風景みたいなやつにしたらすごい浮いちゃって、なんか違和感あるなみたいな感じになっちゃって、でいろいろしたの、なんか光とかいろいろ試したんだけど、なんかね、わかんない、なんでなんだろう、そう合成感めっちゃ出ちゃってさ、えもう難しいってなって、もう最終的にあれはもうとりあえず今回はもうただの紫にしましたそうだからいろんな背景を経ての紫なんですあれはちょっと次はリベンジしてみる。え、でも難しい、なんかめっちゃなんて言うんだろうな、もうでも全部消しちゃったか、なんかめっちゃね、え、そう森の背景もね試したりしたんだけど、なんか違うなってなっちゃった。なんかめっちゃ合成じゃんみたいな感じになっちゃった。難しい。もう実際に森に行くしかないのかな。だから昨日ねいっぱいいろいろしてたんだけどね、最終的にもうなんか一番無地がしっくりくるなってなって、とりあえず今回は無地にしたので、次回作にご期待ください。という感じですね。髪色は合成じゃない、結局ちゃんとウィッグはめっちゃ絡まったけど頑張ってなんとかなんとかいけました。もう森で勇気がいるよね、外で撮るのはなかなかね、今の季節は暑すぎる、それはそう、それはそうだ、もうとんでもないことになりそう。翔一さん星10個ありがとう。深夜さん星10個ありがとう。次回作はもう決めてるのって、決めてる、何個か次したいやつあります。杖は合成ではないね。みーくん星10個ありがとう。山井さんも星10個ありがとう。あ、
そうでもフリーレンも一緒にしようって思ってたの、同じ日にしようって思ってたんだけど、あのウィッグを準備し忘れてて撮ってなかった、撮ってなかった。カズサさん、そうだ、ありがとう。そうです。だからいずれするかもしれんけど、でも難しそう。難しそうなので、もううまくできなかったらもう乗せないかもしれん。おつかりん、こんばんは。お蔵入り。マー君、クマ、ありがとう。たけさん、めちゃかわいい、ありがとう。クマも、たけさん、ありがとう。いっこうさん、タコ、ありがとう。氷漬けされてる。さん、俺の嫁、ありがとう。ヤンカーさん、星10個。ありがとう。クールのトウカちゃん、クールか。でもするの緊張しそう、なんかなんか緊張しちゃうかも。ずっと中学ぐらいから好きな漫画だから。インスタ完全に慣れた？え、でもまだ全然わからんのある。なんかゆらちゃんが今日質問コーナーみたいなのやってて、質問コーナー質問募集みたいな、そんなやり方もわからんし、あとリールがわからん。え、そう、ゆらちゃん質問なんかしてたから、これ普通に送ったら質問できるのかなって思ってしようかと思ったけど、やめちゃったしようかなってちょっと思った。だからまだ
勉強中かな。そっか、インスタこなれてる、慣れてる感で行くんだった。忘れてた、すっかり。めっちゃ慣れてますよ感で行こうって話だった。カズサさん、クマありがとう。15分おめでとうだって。15分おめでとう、ありがとうございます。この夏暑すぎませんか？暑い。暑い。毎日タクシー課金との葛藤です。もう家出た瞬間、あ、無理かも。タクシー呼ぼうかな。でも今日は頑張った。テコテコ歩きました。課金税。日焼け止めはちゃんと塗ってるよ。基本忘れてない限り。毎日。塗ってる？日焼け止めは大事らしい。初見です。こんばんは。まあまあ声、最近もう声作ってなくて全然出んかった。こんばんは。忘れちゃった。マレーシア何度ぐらいなんかな。日差しが強いのかな。5秒しか持たない。そんなことないよ。
ことないよ。うん、そうね、暑いのかな。どれぐらい暑いんだろう。溶けちゃう。溶けちゃうよ。待って。52分じゃん。52分じゃないか。さっきもこんばんメール送って、あ、そう、今日かき氷の日なんだって。満足しちゃってた。文字打ってる音めっちゃ聞こえる。でも入力が早いかな。本当？もう慣れたものなのかもしれん。今は55分か。なんか自撮りって縦と横どっちの方がみんな好きなんだろう。どちらが好きですか。なんか髪がすっごいボサボサかも。
け。斜め。違う道を行きたい方がいる。待ち受けにしやすい？え、でもさ、メールで送られてくる写真待ち受けにする？あれ、私はどれを。じゃあ私が縦を送るか横を送るかは、まあ届いてからのお楽しみかな。おやすみケロメール。59分だって、ちょうどいいタイミング。両方でもいいよって、逆に送らないにかけます。天の尺だから横にしたと予想。まあ別に楽しみにはしてないけどね。ツンデレがおる思わせて斜め。裏の裏を書いて横。よいしょ。正方形かも。面白いね、それ。あえて写真なし。なんかみんながめっちゃ面白いこと言うから、なんか逆に。なんかちょっと送り直したくなっちゃった。でも送れなかったね。10時1分だからもう1分過ぎちゃった。ね、今日かき氷の日らしいのでポストした。配信ちょっと前。あれは
そう、サーヤンと行きました。でもあれはとある時に行ったので、多分その様子もいつか見れるかもね。ほぼ同じ時間にサーヤンもしてた。あ、そうなん？え、そう、マイクもね、つけとるよね。ここら辺についてる黒いのは、あれマイク。え、なんか今雪帽子入り口らへんにポスター STU のポスター飾ってくださってて、アルバムのその時にサインさせていただきました。のでね、ぜひ今度行く時があったら見てください。見てください。一人で行くの勇気いる？え、でもリコちゃんめっちゃ行っとるよ。もう一人でもめっちゃ行っとるよ、リコちゃん。だから雪帽子さんは一人でも割と行きやすいようなイメージが私の中ではついちゃってる。でも私未だにさ、一人ご飯が無理な人なんよね。それを克服したいな、今年は。なんか結構みんな普通に一人で行けるみたいで、ご飯屋さんとか。もうラーメンは私5年に1回しか食べないので、まだあと3年ぐらいある気がする。4年 ?3 年 ?3 年かな、あと。だからじゃあ3年後に行こうかな。え、カフェは、行ったことなくもないかも。でも、もうここ最近は行ってないね、一人でも。高校の時とかはあるかも。一人カフェ。喫茶店ならハードル低い。一人映画は全然行けます。全然行く。一人カラオケも全然行ける。一人スタバ、お店側は人数気にしてないよって。え、全くその人に
どう見られる、別に多分一人でも全然いいじゃん、一人でも別に、だから人に見られるのが嫌とかじゃなくて、一人で食べてる瞬間に何をしたらいいのかが分かんないですよ。マー君ジュースありがとう。そう、一人コンビにはいけるかな。そうだからご飯を食べるときに何を考えてどこを見てどんなペースで食べたらいいのかが分かんないからいけない。みんなどうしてるんだろうって思って、どうしてるん？だって一人映画は映画に集中したらいいじゃないですか、映画を見るから、だから OK で、一人カラオケもでね、歌うから歌えばいいじゃないですか。でも一人ご飯ってなったらなんかご飯、もうずっとご飯に集中するの？そもそも遊園地はそんな行かない。どんなアトラクション乗れないから行かないかな。なんかどこ見たらいいんだろうとか思って、カラオケは楽しいよ。逆に私カラオケ人がおったら無理かもしれん。隣で食べてる人ガン見って絶対その席変えられちゃう、隣の人。ご飯と向き合う、時々携帯見たり本読んだり、生産者の皆さんに感謝をしながら咀嚼する。やほやほが気になるならカウンター席に座るといいよ。周りは気にならん。周りは気にならんのよ。自分が気になるん。なんかどう見ながら食べるとかしちゃうかもって、それはめっちゃわかる。新幹線とかでなんか食べるときとかは絶対動画見る。うん。ですね。家とかでなんか食べるときも基本何か見るかも。なんかラジオ聞きながらとか。黙々と食べるんか、ご飯に向き合うんか。テラス席のある店で外を眺める。
でもカフェとかでさ、なんか、まあ、見ながら食べてる人いるのかな、まあ、いるのかな。私の配信を食べるのにちょうどいい、本当。じゃあ今でこの時間、今じゃあ食べてる、なんか食べながら見られてる方もいらっしゃるのかな。あ、メール来た。縦でした、縦写真でした。めちゃめちゃ素直でしょ。盾がいいって言われたから盾を送った。素直に送ったのに、素直に送ったのに、なんかみんなが予想で面白いことばっかり言いすぎて、私がなんかつまらん人みたい。私がもう面白くない人みたいに言った。あ、逆さとかにすればよかったな。加工で斜めとかにしたらよかったな。うん、とちょっと後悔しております。真横とかね。いやー面白いね。正方形とか。それはよかった。深夜さん。面白い女って。ありがとう。ねえ、もうそっか、縦が人気なんだね。あ、でもそっか、多通り人に撮ってもらう写真はだいたい縦か。ツイッター X とか載せるのもだいたい縦か。でも自撮りって私横が多い気がするな、撮るとき。うん、メンバーとツーショット撮るとかなっても横多めかもね。そうなのね。自撮りしないから。私もでも SDU に入る前は本当に自撮りしなかった。入ってからだね。だからさ、なんか普通に私の生活を客観的に見たらおかしいかもしれん。客観的に普通に見たらね。だってあれじゃん、普通に外とか歩いてて、あ、暑いなって、あ、じゃあメール送ろうって思ってパシャパシャって撮って、なんか、あ、これ食べようって思ったら、あ、お弁当食べようって思ったら、こうやって写真撮って、客観的に、まあ、送るからね。今は送るから撮るのが普通だけど、そう、
でももうさ、私撮った写真全然消さないからさ、もう7万枚なのアルバムが。だからもうスマホを変えようと思ってる。容量そうギリギリ、なんかちょっと前に容量がいっぱいですみたいなの写真がだから撮れなくなっちゃって、やばいやばいって思ってたんだけど、それが多分ね6万8000枚とかの時で、やばいやばいって思ってたけど、今もう7万枚いったけど、なんかいけてるなんでだろう、容量がなんか増えたのかな、不思議。今はまだいけてるんだけど、そろそろ来るのかな。え、そうなんよ、過去の写真探すの大変で、だからさ載せようと思ってた写真とかなんか載せれてないとかも結構ある気がして、だから私はもうその都度載せていこうと思いました、 SNS に。そうだからそう思って昨日今日とポストもしたちょっと載せていきます、載せ損ね写真。だってさ、その撮った結構近いうちに載せないとなんか髪の長さとかももう変わってきちゃうから、はそうしたいけどもう埋もれて分かんなくなっちゃう。そう季節とかもね、今ね冬の、え、そう冬にね撮った写真とかあるんよ結局載せようかいつか載せようって思ってて載せれてない、すごいダウン着てる写真とかあるから、もうそうやってさ季節がなんかおかしくなっちゃうじゃん。だからねもう近いうちに載せていこうと。公開まで載せれないパターンもある、それはあるね、まだ言えないこととか公開前のこととかは載せれないんですけど、冬服着ててもいいん？本当？この暑いなって思ってさ、SNS 開いたら私がめっちゃもうダウン着てフードかぶってるみたいな。えってなる？近いうちっていうのはない近いうちって私いつ言ったっけ、撮ってから近いうちに載せていく撮って、そうね、旬もう忘れないうちにそう載せるのが大事。ですね、そう思いました。
載せた写真はどうやって分かるようにしてるのって、私の記憶載せた写真も消せないから、消してないから、だからもしかしたら載せた写真を載せちゃったらごめんね、いつかやっちゃうんじゃないかなって思うけど、多分今のとこないんじゃない。どう、メールとかでもさ同じ写真2回来たみたいなの多分なくない。多分全く同じ写真はねないと思うよ。え、でもメールとかなんか載せたりしたら結構記憶に残るんよ。あ、これは載せたなみたいな。でも仮いつかやりそうで、ごめん。え、消すべきだよね多分。載せたものは消すにしたらいいのか。でも写真撮るときってさ、結構何枚も撮ってもらってその中から1枚選んで載せてるから、もう撮ってもらったらすぐに載せるもの以外は消すにしたらいいのかな。で、載せたのも消したらさ写真え、じゃあ写真がなくならん？何を残せばいいんだろう。使わんのも消して載せたのも消したら写真がえ、いつもない。フォルダ移動、写真ってなかなか消せなくないですかって。そうなんよね、その時ってさもう二度と戻ってこないじゃん。過去って戻れないじゃん。だからそのボツにした写真とかも、あ、なんかこの時この人に撮ってもらって、あ、こんな話してたよなとか、そう思い出すじゃん振り返ったらね。メンバーと撮った写真とかも、あ、この時こういう感じだったな、こういう話したな。なかなか消せないよね。格言風。時間は一方通行。でもね、一方通行じゃないかもしれないんだって。私あのさ言ったっけ、最近なんかあの YouTube のショートとか TikTok とかでめっちゃ宇宙の謎みたいな、世界の謎みたいなの見てるみたいなが流れてくるみたいな話この前してたんだけど、そのなんか流れで出てきたもん。何だったかな、3次元、2次元、3次元、4次元、4次元空間だとに行ったら過去とか未来に行き来できるみたいな。違ったかな。で5次元だといろんな世界線、もしあの時こうしていた世界線とか、あの時これをしていなかった世界線、いろんな世界線にも行けるらしい。
だから分かんないだからそう4次元空間に行くと過去にも未来にも行けるらしいですとかいうのばっかり最近さ出てくるんよ。太陽がなくなったら月がなくなったらとか面白いってそういうのも見た見たもし世界から太陽がなくなったらみたいな何時間後何々が消滅みたいなそう、そんなんばっか最近出てくるんだけどそういうの見てます。生き方教えてもらっていいですかって、そう生き方がね分かんないんよだからね、そういう空間過去とか未来にも行ける空間があるって言われてもどうやって行くん その時はさ、その動画見ながらああなるほどねとか思ってるけどでってなるよねえ、だからん？どうしたらいいの？けんちゃん、くま、ありがとう。そんなの見てたらすぐ時間なくなるって。そうなんよ、びっくりするもん。私こんなの見てこういうの見て思って、もう1時間経ってるって、びっくりしてます。何個か見たらおすすめに出てくるって。そうだけん、もうそういうのばっか。で1個見たらね、めっちゃそういうの出てくるよね。皆さんは何が出てきますか。ブラックホールに入ったらが面白かったよって見ました見ました同じものなのかな、わかんないけど見た。それなんか一時期さ、なんだっけあれ、空中ウォークみたいな、なんかこうやってできないけど空中さ歩いて浮いてるみたいに走ってるみたいな動画があって、一時期それがめっちゃ出てくる時があってびっくりしてた。もうえ全部じゃん何なんかめっちゃ流れてくるのって関連してるよね。あと何が出てくるかな。今ここさ分けたけど、分けてるのと分けてないのどっちがいいですか。
分けてない派？分けてるの？どっちも？分けてるのも可愛い。分けてないのに慣れた。どちらもいい。分けてる。分けたら大人っぽくなる。どちらも分けた方も可愛い。すごい、もうみんなもうもうあ、素晴らしいね。もう素晴らしいよ。もうみんな訓練されてる。いや、素晴らしいね。でも違う、今のは普通に聞きたかったんだ。前にね、私が分けた方がいいっていうことは、じゃあこれまでは好きじゃなかったんですか？とかばっかり言ってたから。あ、ごめんごめん。いや、でも今のは全然そういうつもりじゃなかった。じゃ今のは本当に純粋な質問だったんですけど。ありがとう。ああ、難しいよって。そうだよね。じゃあ気分によって変えよう。髪切りたいねって。どんな髪型が似合うかファンに聞かれることあるって。え、どういうこと？私のじゃなくて、その聞いてどんな髪型が似合いますかって聞かれるってこと？切りたい欲がふつふつと。そう、髪切りたいんですけど、今のところそう、ストップがかかってるから、もういいよってなった頃には、から欲が冷めとるかもしれん。アドバイス求められること、え、そんなないかも。あ、ん？何色が合いますかとかはあるかも。でも責任重大じゃない？
もね。ストップの理由が気になるねって。でもそんなね、そんなあの大きな理由はないと思います大きな理由はないと思う。あれかな、アーシャーが変わってからまだとかそんなのかな。うん、そうプロモーション期間だからとかそういう感じだと思いますので、まあ確かに。しばらくは長いかな。なんか髪の毛が傷んでる気がする。トリートメントに行こうかしら。え、わかんない、ちょっと切るかも。こんぐらい。一番短いのでボブぐらいかな。やったことある。3日後リリーベ？そっか、もう3日後か。楽しみ。そっか、もう3日後なんだね。まだ先かと思ってた。バクバクやん。もう少し会いましょうね、幕張これで幕張でバッサリ言ってたら笑うってでもそれもしバッサリ切ってたら、あ、じゃあさやかりんマネージャーさんに背いちゃったんだねって思ってくださいあ、ちょっと反抗的だね。それかわからん。もうまたあのいいですかお願いしますって言って許可を取ったのかもしれんあ、やっぱいいよって言われたか、私が背いて勝手に切ったかだね。もし仮にね幕張でバッサリなってたらでも逆にね、髪長い方が夏結べて涼しいかも。逆に俺は匂わせでいいよねって、みんな私に反抗させようとしてるみんな私をそそのかそうとしてる。だからね、まあ、長い時にいっぱいアレンジ、いろんなアレンジを満喫しようと思います。短いと乾かすの楽、それはそう。洗うの大変。でもそんなね、なんか超ロングとかでもないから、まあまあまあって感じかな。
2024夏、原田の乱。そんな。テストには出ません。2024年7月28日。将来乗るかもしれん。日本史。幕張合戦が始まる。でももう3日後って言っても明日金曜日で土日だから、ワクワク。握手会も久しぶり、1ヶ月以上ぶりか。楽しみですね。そんな今度でもう7月も終わっちゃいそうだね。広島ぶりの握手会楽しみましょう。熱中症ね、気をつけよう。夏が本気を出してくるって。今はまだ本気じゃないのかな。握手会どんな感じですかって。どんな感じだろう、私の空間に召喚します。ということ。夏はこれからだぜ。8月が本気。本気と書いてマジと読むやつこれ。夏が8月がマジだね。本気は8月。そうなんかさ。買ったの私、冷たいスプレーみたいなやつ、冷却スプレーみたいな、一番冷たいこれが効きますみたいな買ったんだけど届かん。あのアマゾンプライムデーで買って届かん。まだそろそろかな。そろそろ届くかな。
子会に来いってことですね。てんてんてん。って書いてる。お待ちしてます。握手しよう。今週のリリーベイが原田さんと初めて話すことになりそうで、お楽しみ待ってます。そう、暑さ対策グッズね、買ったんですけどね。待ってる。そろそろかな。クス会何秒ぐらい話せるのかなって。何秒なんだろう。でもグループ握手会と個別の握手会があるので、個別の方がいっぱい話せるかな。あ、でも分からん。私とはいっぱい話せるか。それはそうか。みんなも暑さ対策して健康に過ごしましょう。ね、グループショットもある。盛りだくさんなんよ。グループショットとグループ握手会と個別握手会。個別まとめ出し、なんて言うん、まとめ出し、個別まとめ。まとめ出しができます。で、そう、ライブもします。で、ライブはフリーなので、ぜひお気軽に遊びに来てくださると嬉しいです。幕張のイオン、幕張都心、幕張新都心、新都市、イオンモール、幕張には実はもう一店舗あるんだ。じゃあ大切だね。幕張メッセの近くなんだね。野外なの？野外なの？え、待って、本当に似てる？え、野外なの？え、本当に野外なの？え、ちょっと初知りかもしれん。ステージって外なん？わあ、これは私の髪型がとりあえずまとめ系ってことが決まりました。ちょっと初、あ、屋根はあるけど外、それはやばいね。
それはやばいですね。髪の毛は結んでるかな。じゃあとりあえず結び系であるな。何にしようかな。あ、そうなんだ、知らんかった。じゃあみんなもう気をつけてね、健康にお互い楽しみましょう。暑さに負けずに。先日は睡眠もしっかりとって栄養のあるものを食べて暑さ対策もして水分も塩分もとって楽しみましょう。そうかそうか。そうね、速攻元気も飲んで私も持っていこう、速攻元気。こんな日は好元気ですねって言って、ね、健康に行きましょう。天気予報雨になってるん？じゃあ雨降るんかな。雨屋根って全体にあるなら屋根はあるかな。でもサヤカリンがいれば晴れるよってどうだろう。一応晴れ女説はあったりなかったりなんですけど、でも今日もね、外で撮影することあったんですけどめっちゃ晴れためっちゃ晴れたら外ってなってたんだけど、よかった。いや、分からんね。逆に日曜日雨の方が暑さが和らいで過ごしやすいとかあるかも。みんな28日天気あれ晴れじゃない。あ、ここ広島か。東京あ、でも曇りになってる。この天気だと曇りがねベストだね。千葉を見るのか。あ、でも曇りだ。これ本当？いろんな予報のによって違うのかな。曇りがベストだね。早速晴れ女効果があって
さすが晴れ女これここ関係あるかなこれちょっと関係あるかな天気予報を見るだけで晴れるそれはちょっとどうだろうねちょっとどうだろう。そっかそっか。いや楽しみです。その暑さも楽しもう。この前の野外のフェスなんかすごい心地よかったから、野外好きかも。速攻天気、速攻元気ならぬ速攻天気じゃあ今日はそろそろ終わろうかな。みんなも暑さに負けずにゆっくりと休んでください。よく眠ってください。暑いけど、夏バテですって。トマトを食べましょう。トマトに塩をつけて食べましょう夏めっちゃそれ食べたくならん？トマトに塩つけて食べたくならん？お家にトマトいっぱいある。今わかる？誕生を読みます。ドドン。13位陣内さん、12位銅の剣さん、11位フレミングの左手の法則さん、10位一光さん、9位ヤンカーさん、8位みーくん、7位ケンちゃん、6位ヒューガヒャンさん、5位ヤマイさん、4位翔一さん、3位シンヤさん、2位マー君、そして1位カズサさんです。おめでとうございます。パチ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 、おめでとうバースデイ。パチ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 。そして明日吉の方はゆういちさんです。ありがとうございました。それじゃあね、今日も一日お疲れ様でした。すみなさーい。今日もありがとう。今日もいらかったよおやすみなさーい。